アンデシュ・フレドリック・レグネルアンデシュ・フレドリック・レグネルは、スウェーデンの医師、植物学者である。ブラジルで医師として成功し、スウェーデンの科学界に、多くの支援を行った。ストックホルムに生まれた。ウプサラ大学で学び1837年に、医学の博士号を得た。解剖学者のアンデシュ・レチウスの助手として働き、スウェーデン最初の近代病院、セラファイマー・リーザラ・トットで働いた。 1839年から1840年には、地中海を航海した軍艦、ジョラマズ2000位として乗船した。1840年に廃病を患い、ブラジルに転地し、ミナソジェライス州のカルダスで一生を過ごした。ブラジルで臨床医としての名声を得て、多くの財産を作った。ブラジルの植物を収集し、北欧の博物館などのヨーロッパに送った。 ブラジルの動物や地質、気象なども研究した。ヨーロッパの何人かの植物学者を資金援助し、祖国の研究機関に多額の寄付を行った。屋敷をウプサラ大学に寄贈した。ウプサラとヨーテボリの学会やウプサラ医師協会の名誉会員に選ばれ、1877年にウプサラ大学から名誉博士号を受けた。カルダスで没したが、 ウプサラの墓地に葬られた。ウプサラ大学の生理学及び病理学の研究機関を収容する建物は、レグネレンと名付けられた。ン化の植物の俗名、レグネリアに懸名された。レグナルは、植物の学名で命名者を示す場合に、アンデシュ・フレドリク・レグネルを示すのに使われる。ノルディック・ファミリー。2015年2月24日閲覧。ありがとうございます。